あなたのハンドルネームを教えてください。ハンドルネームってなんだ。ガチヤマです。生年月日を教えてください。1995年8月13日。血液型を教えてください。O 型です。病弱な方ですか。いえ。自分が政治家になったとして絶対に汚職しない自信はありますか。いえ。汚職ってなんだ。あ、しないっす、しないっす。歌は好きですか。はい。よくカラオケで歌う曲は。履歴にあるものですね。ペットを飼っていますか。いえ。ある程度上手に演奏することができる楽器はありますか。いえ。高いところは平気ですか。はい。あなたのよく使うゴミ箱には蓋がついていますか。いいえ。あなたの家にはどれくらい本がありますか。ほぼないです。何かの本がその本の大半を占めていたりしますか。いいえ。自由に飛べる翼を手に入れたのならどのくらいの高さまで飛んでいきますか。宇宙ぐらい。楽譜は読めますか。いいえ。命を除いて一番大切なものは何ですか。女。飲めば若返ることができる水があったらどのくらい若返るまで飲みますか。計算ができない。20歳じゃ。このままではいけないと思うことを一つ挙げてください。まあ今のこの YouTube の現状。努力を踏みにじられることをどの程度許せますか。まあまあまあ許せます。今あなたの隣にあるものは何ですか。女です。喜劇と悲劇どちらが好きですか。悲劇と喜劇で刺激で。もしあなたが世界を手に入れたならまず何をしたいですか。 YouTube ででかいことしたいです。たった一匹の小さな虫でも殺すのが嫌になったことはありますか。あ、いえいえ。いい嘘と悪い嘘の違いは何だと思いますか。相手が傷つかない。どうしても忘れられない曲はありますか。ないです。思い出の場所はありますか。ないです。酒に飲まれて失敗したことはありますか。ないです。大好きな飲み物をいくつでもあげてください。モンスター、母乳。あなたの生きがいは。誰かのために働く。最近自分の年を意識したことはありますか。あります。ここまで質問に答えてなんとなく懺悔しているような気分になっちゃいましたか。懺悔がちょっとわかんないっす。楽をしてお金を稼ぐならどんな方法が一番確実でしょう。自分の体を動かして働く。晴れと雨はどちらが好きですか。晴れ。雷は平気ですか。はい。風は好きですか。多少。泳ぐのは得意ですか。はい。これだけは負けられないという誇りが持てることはありますか。はい。ちゃんと睡眠取れてますか。はい。喧嘩は嫌いですか。はい。人混みが苦手ですか。はい。自分にはできないことを他人が軽くやっているのを見て燃える方ですか。燃えます。人の心を読めるとしてどれくらいで嫌になると思いますか。1年ぐらい。自分の周りには面白い人がたくさんいると思う。はい。昔誰かに借りて未だに返してないものってありますか。あ、あります。たっぷり。逆に貸したけど返ってこないものってありますか。あります。甘党？辛党？甘党。熱い飲み物は苦手ですか。はい。コーヒーは苦い方がいいと思う。苦い方がいい。破壊的にまずいものを食べたことはありますか。あります。マイブームってありますか。 COD スマブラ。温かいそばと冷たいそばはどっちが好きですか。冷たいそば。集中力に自信がありますか。ないです。秋っぽい性格だと自分で思いますか。思います。楽器の名前を5つ挙げてください。シャーメリー、トロンボーン、コントラバス、TikTok、あと Twitter、LINE、バイン、パイ。面倒なことも進んで引き受けたりする。あ、たまーにします。人違いをして暴走したことがある。あります。
自動車用信号の黄色についての見解を述べてください。まあ、黄色は進むの裸足で歩くことについての見解を述べてください。見解っていうのがよくわかんないけど、気持ちいい、涼しくて。丸バツ形式の質問の方が答えやすいと思いますか？はい。薬指の重要性を語るとしたら、それは何？この乳搾りの時の最初の、なんていうんですか、この最初の1個目の小指でいかに決めるかっていうところですごい重要なんじゃないかなと思います。頭痛、腹痛、腰痛、関節痛のうち一番マシなのはどれですか？腹痛。どの程度の温度が一番過ごしやすいですか？13度。好きな花火は何花火ですか？なんだそれケチ上げ花火。一番好きなことわざは何ですか？我が名はピンクパンサー。敵に囲まれた時どうやって逃げますか？普通に殴り殺して逃げます。気になる言葉を一つ言ってみてください。気になる言葉、パンコな。春のいいところは？春のいいところ、桜が綺麗。夏のいいところは？サマースポーツが楽しい。秋のいいところは？もみじが綺麗。冬のいいところは？ホワイトクリスマス。一日何通くらいメールが来ますか？ゼロですかね。届くメールがウイルスの確率はどれくらいだと思いますか？あ、100% ですね。届くメールが営業、宣伝などの確率はどのくらいだと思いますか？ゼロですね。今一番買いたいものは？パソコン。今一番買いたい生き物は？柴犬。これだけは譲れないというポリシーはありますか？負けず嫌い。どういう絵が一番得意ですか？まあ、女性のとか。好きなおつまみは？チータラ。持病とかありますか？ないです。ホームページは持っていますか？ないです。コーヒーには砂糖やミルクをどのくらい入れますか？一切入れません。一番使ってみたい武器は？AK-117。 得意な料理は？男飯。最近頑張ったことは？この前の編集ですかね。あなたの寝る部屋の床は畳ですか？いや、違います。どんな味が好みですか？ちょっと経験値があって相手も満足させられる、なんて大人な女性。おすすめダイエット法は？ PFC バランスをとってしっかり、食事の量を減らして、食事の回数を増やして、タンパク質プロテインをとってしっかりよく寝て筋トレをしてっていうのが一番ダイエット法ですね。ファンタは何味が好き？グレープ。好きな四文字熟語を言ってください。4文字。喜怒哀楽。完全な現実が 0% で完全な幻想を 100% とするとあなたの理想は何パーセントくらい？わかんないんで、じゃあ100で。掃除の道具を一つ言ってみてください。ゴム手袋。友情を音で表すとどんな音になるでしょうか？シャバシャバシャバ。好きな虫は？ハチ。あなたの今使っている消しゴムはどんなものですか？なんかっぽいのがいっぱい絡まってる、なんか消そうとしてもなんか消せないなっていうの、なんか消しカスがなんか結局ち。願いをするなら何にしますか？空気。あなた、あなたの一押しテレビゲームは？テレビゲームはスマブラ COD。 あなたの体で一番調子が悪くなりやすいのは？膝。今外国に行くならどこに行きますか？あ、ヨーロッパですかね。この質問が実は質問作成者の大いなる野望の第一歩だとしたらどうしますか？まあ、いいんじゃないですかね。お疲れ様です。この質問をした感想を言ってください。なんかあんま日本語って難しいなって、なんか作成者の人は意地悪だなってなんか思いました。やっぱバカなのかなとかなんか思ったりして。はい、そうです。あ、すいません、間違えました。
そんなことないです。あ、どうした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 、これ泣いてるこれ泣いてるのかな。やっべ、泣かしたかも。泣いてる。あー、めっちゃ泣いた。あ、泣いてたんだ。癖ありすぎ。あなたのハンドルネームを教えてください。リタです。生年月日を教えてください。1995年6月30日。血液型を教えてください。エリー。病弱な方ですか。昔は、今はそうでも。自分が政治家になったとして絶対に汚職をしない自信はありますか。はい。歌は好きですか。はい。よくカラオケで歌う曲は。キリングミーシングルベッド。ペットを飼っていますか。いいえ。ある程度上手に演奏することができる楽器はありますか。ないです。高いところは平気ですか。はい。あなたのよく使うゴミ箱には蓋がついていますか。はい。あなたの家にはどれくらい本がありますか。そんなないんじゃないですか。10冊20冊何か本がその本の大半を占めていたりしますか。漫画。自由に飛べる翼を手に入れたならどれくらいの高さまで飛んでいきますか。20センチ。楽譜はやめますか。いえ。命を除いて一番大切なものは何ですか。身の回りの人たち。飲めば若返ることができる水があったらどれくらい若返るまで飲みますか。16。このままではいけないと思うことを一つ挙げてください。運動しようなって思いますね。努力を踏みにじられることをどの程度許せますか。まあ別にって感じですね、僕は。今あなたの隣にあるものは何ですか。あ、紫紺のかけらです。喜劇と悲劇どちらが好きですか。喜劇。もしあなたが世界を手に入れたならまずは何をしたいですか。何も。たった一匹の小さな虫でも殺すのが嫌になったことはありますか。あります。いい嘘と悪い嘘の違いは何だと思いますか。まあ傷つくか傷つかないかとかじゃないですか。うん。どうしても忘れられない曲はありますか。はい。酒に飲まれて失敗したことはありますか。はい。大好きな飲み物をいくつでもあげてください。コーヒー、ビール。あなたの生きがいは。なんていうの、この生活、今の。最近自分の歳を意識したことはありますか。はい。ここまで質問に答えてなんとなく懺悔しているような 気分になっちゃいましたか。今まさになりましたね。ちょっと楽をしてお金を稼ぐならどんな方法が一番確実でしょうか。ねえよそんなの、なめんな人生。晴れと雨はどちらが好きですか。晴れ。雷は平気ですか。はい。風は好きですか。ああ、冬だと嫌だけどね、暑い時は好きかな。泳ぐのは得意ですか。いいえ。これだけは負けられないという誇りが持てることはありますか。はい、多分あります。ちゃんと睡眠とれていますか。まあ、ぼちぼち。喧嘩は嫌いですか。はい。人混みが苦手ですか。超苦手です。自分には全然できないことを他人が軽くやってのけるのを見て燃える方ですか。燃えますね。人の心を読めるとしてどれくらいで嫌になると思いますか。いや、すぐなるんじゃない多分。自分の周りには面白い人がたくさんいると思う。はい。昔誰かに借りて未だ返していないものってありますか。いや、まああるか、ある。逆に貸したけど帰ってきてないものってありますか。はい。甘党、辛党。辛党。熱い飲み物は苦手ですか。いいえ。コーヒーは苦い方がいいと思う。はい。破壊的にまずいものを食べたことがありますか。あります、マグロです。マイブームってありますか。マイブームか、ゲームかな。温かいそばと冷たいそばどっちが好きですか。もうそれ季節によって違います。暑かったら冷たいもの、寒かったら温かいもの、同じくらい。集中力に自信がありますか。割とあります。秋っぽい性格だと自分で思いますか。はい。楽器の名前を5つ挙げてください。トランペット、トライアングル、木琴、
鉄筋シクセブ。面倒なことも進んで引き受けたりする？あ、まあ、するようには心がけてますね。人違いをして暴走したことがある？ない。自動車用信号の黄色についての見解を述べてください。あれはいいですよね。なんかあれで事故を抑えてるみたいなね。まあそんぐらいの意識しかないですけどペーパーなんで。裸足で歩くことについての見解を述べてください。いや汚いからね、僕的には靴下履いた方がなんかまあいいんじゃないとか思いますけどね。うん。丸×形式の質問の方が答えやすいと思いますか？まあ答えやすさで言ったらそうじゃないでしょうか。薬指の重要性を語るとしたらそれは何？うわね、愛を誓う指やんけなっていう話ですよね。頭痛、腹痛、腰痛、関節痛のうち一番マシなのはどれですか？腹痛かな。どの程度の温度が一番過ごしやすいですか？18度。好きな花火は何花火ですか？ロケット。一番好きなことわざは何ですか？ことわざは石橋を叩いて渡る。敵に囲まれた時どうやって逃げますか？デビルバッドゴースト。気になる言葉を一つ教えてください。パンコナ。春のいいところは？やっぱ綺麗ですよね、桜がね。夏のいいところは？ないです。秋のいいところは？まあなんか哀愁漂ってて好きですね。冬のいいところは？はなんか布団にくるまってあったけーってやるところが大好きです。1日何通くらいメールが来ますか？4万。届くメールがウイルスの確率はどれくらいだと思いますか？ 20%。 届くメールが営業、宣伝などの確率はどれくらいだと思いますか？ 22%。 今一番買いたいものは？服と家具。今一番買いたい生き物は？トカゲ系。これだけは譲れないというポリシーはありますか？多分あるんじゃないですか。どういう絵が一番得意ですか？絵はなんかキャラクターとか漫画とかのやつが得意かな。好きなおつまみは？タコワサです。持病とかありますか？ないです。ホームページは持っていますか？持ってないです。コーヒーには砂糖やミルクをどれくらい入れますか？入れません。一番使ってみたい武器は？GKS。 得意な料理は？パスタ。最近頑張ったことは？運転。あなたの寝る部屋の床は畳ですか？いいえ。どんな味が好みですか？薄味。おすすめのダイエット法は？気合。ファンタは何味が好き？グレープ。好きな四文字熟語を教えてください。なかろびやおき。完全な現実が 0% で完全な幻想を 100% とするとあなたの理想は何パーセントくらい？割と 10% ぐらい。掃除の道具を一つ教えてください。クイックルワイパー。友情を音で表すとどんな音になるでしょうか？イエーイイエーイグイ。好きな虫は？カマキリ。あなたの今使ってる消しゴムはどんなものですか？2メートルぐらいあるやつ。願いをするなら何にしますか？は？あなたの一押しテレビゲームは？スマブラ、スプラトゥーン。あなたの体で一番調子が悪くなりやすいのは？お腹。今外国に行くならどこに行きますか？ネパール。この質問が実は質問作成者の大いなる野望の第一歩だとしたらどうしますか？あざっす。お疲れ様です。この質問をした感想を教えてください。いや、なんかあっという間でしたね。これもうちょっとなんかあっという間でしたね。なんかもうちょっとあっという間でした。ありがとうございます。あ、もう終わりでいいんですか？はい、終わりです。え、じゃあなんかあなたから僕に質問とかありますか？ああ、好きな動物の名前を教えてください。ムササビさんです。なるほど。そのムササビさんの特徴を教えてください。
こんくらい気持ちがあるところです。気持ちが大事なんですね。はい、あなたが人間関係で一番に大事にしている言葉とかありますかね。はい、言葉ですか。はい、人間関係を大事にしている言葉。はい、うれー、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。